おはようございます6月29日午前10時5分モーニングショットをお届けしたいと思います本日の方針でございますがドル円135円の9080買いから135円の55にストップを置いて136円台3545での利食いをユーロドルは1.05の4555売りから1.0570ストップ1.049585での買い戻しを ユーロ円は142円の9080買いから142の70ストップ143の5060利食いポンド円165円の4535の買いから165円の10ストップ166円の4050利食いタイドル1.222030売り1.2260ストップ1.21の7060買い戻し えー、OG 円、えー、93の、えー、5040買いから93の20ストップ94の1020利食いタイドル0.693040売りから0.6965にストップを置いて0.68の8070買い戻し、えー、ニュージーエンでございますが、えー、ニュージーは84の3525の買いから、えー、84のちょうどでストップ 85 1525タイドルは0.627080売り0.63ちょうどでストップ0.6210ちょうどの買い戻しのイメージを作りましたドル円の方が今日は136円の218という高値をつけておりますが今そこからずるずると崩れて今135円台90台を下攻めをしているといったところ中値が決まってそれまでの買いが引っ込んだということもあって1回売っているのかもしれません 引きつけて自分は今日はドル円は8号で買ってみたいというふうに考えました。え、ロ円も142円の90、ポンド円165円の4号での買いをイメージをしております。王子円も93の4号の買いですね。え、ちょっとドル円がだいぶ近いところまで下がってきてますけれど、また、あの、売り気に騙されて、結果的に欧州時間に上がってしまうのはちょっと嫌だなという気もして。 えーまあ、ちょっと今日はある程度、まあ、もし、ワ、え、ネ、ー、が重たいなと思っても、ちょっと下買い増ししてみようかなと、そんな気もしております、えー。それでは本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショット、これで終了です。